ウォーレン郡はアメリカ合衆国ニュージャージー州の北西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口。郡庁所在地はベルビニア町であり、同郡で人口最大の都市はフィリップスバーグ町である。ウォーレン郡はペンシルベニア州にまたがるアレンタウンベスレヘムイーストン大都市圏に属し、 通常リーハイバレーの登園にあるとみなされている。ウォーレン軍は1824年11月20日にニュージャージー州の法によりサセックス軍から分離して法人化された。その創設時はグリニッジ、インディペンデンス、ノールトン、マンスフィールド、オックスフォード、パハクエリーの各タウンシップで構成されていた。紀元前1万3000年頃に ウィスコンシン氷河が溶けた後で、この地域はゆるりと暖かくなった。最初はツンドラであり、後にはタイガ、北方林が育っていった。氷河が溶けたので、群北部には水がどこにでもあった。水はゆるり流れ、草が育った。グレートメドーズに大きな湖があった。まだ気候は寒く針葉樹林と草原が育った。マストドンなど、 大型動物が入ってくるようになった。こうした時期にパレオインディアンがこの地域に入ってきた。動物や食用にできる植物を探して、小集団で移動している狩猟採集民だった。骨、壁玉、あるいは黒チャートでやり先を作っていた。水がある場所の近くに住み、大型動物が少なくなると移っていった。その宿営地は、現在の表土の下深くにあるので、 見つけるのは難しい。インディアンもこの地域に入ってきたが、その時期は不明である。最終的に、アルゴンキン語族であるレナペ族の先祖が、おそらくは、西暦千年頃には入ってきていた。この頃には、粘土製土器や弓矢が発明されていた。やはりこの頃に農業が始められ、トウモロコシ、豆、カボチャなどを育てた。家族集団による定着が安定し、 食料を保存し、弓矢で多くの動物を仕留めた。農作物が育つ場所では人口密度が上がった。レナペ族は春と夏に楕円形の庭園の世話をするようになった。浅い川では網あるいは手掴かみで魚を取った。落とし穴やワワナで動物を捕らえた。17世紀初期に北、アメリカに小さな氷河期が訪れて困難さが増した。 5月や6月に遅霜があり、8月や9月でも霜が降りて、作物の栽培が困難になった。冷涼な気候で動物を見つけるのも難しくなった。多く、ヒッコリー、ブナ、クルミ、クリノミも食料の足しにはならなかった。これらの要因にヨーロッパ人と接触して薬病が流行ったことが加わり、インディアンの人口は激減した。17世紀初期に、 オランダがハドソン川バレエの入植を始めた後、開拓者は西ジャージーに小さな町を設立した。オランダ人とインディアンの間には土地の利用法の考え方に違いがあり、文化も大きく異なったために誤解が増え敵対意識が増した。17世紀の半ばには特にレナペ族との間に3度の戦争があった。この紛争のためにヨーロッパ列強も ニュージャージーの内陸に入ってこなかった。1600年代半ばにイングランドはニューネーデルラントと呼ばれたオランダ領の支配権を奪っていた。イギリスとインディアンの関係はしばらく改善されたが次第に悪くなっていった。現在フィリップスバーグがある地域では17世紀後半にヨーロッパ人による開拓が始まった。フィラデルフィアの測量士がデラウェア川沿いに北上して 土地を調査した。植民地人がインディアンから土地を購入した後はフィラデルフィアの開拓者が現在の王連軍に移動してきた。インディアンが免疫を持たない薬病が流行った時にはその人口が減少した。ヨーロッパ人には経験済みの薬病だったが北アメリカでは初めてだった。インディアンの多くは17世紀が最盛期だった商標ガキのために植えていた。 重要なトウモロコシ、豆、カボチャなどが育たなかった。大小の動物も数が減った。川は早く凍り、釣りができなかった。インディアンの人口が減ると、多くの土地をヨーロッパ人による開拓に使えるようになった。1700年代終盤から1800年代初期、フィリップスバーグ、ハケッツタウン、ベルビリア、ワシントンの町が小さな村として出現し、 サセックス軍により、下流の基盤として機能した。1824年、ウォーレン軍が設立され、ベルビディアが軍庁所在地に指定された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は362.86平方マイルであり、このうち陸地356.92平方マイル、水域は5.94平方マイルで、 水域率は1.64%である。ウォーレン軍は山勝ちであり、キッタティニー山地が軍西部の背骨になっている。アラマチーさんとジェニー・ジャンプさんがニューヨーク・ニュージャージー高原に属し、レディング・プロングとも呼ばれている。約4億5000万年前、アーチ状の火山島の連なりが原始北アメリカ大陸と衝突した。火山列島が 北アメリカプレートの上に乗り上げ、島の岩からハイランズが形成され、グレートアパラチアンバレーができた。このハイランズがアラマチーさんとジェニー・ジャンプさんである。こうして、ウォーレン軍の大地が生まれた。約4億年前、長く薄く小さな大陸が北アメリカ大陸と衝突した。これによって、キッタキニー産地が形成され、土地の圧縮が起こった。 マーティンズバーグ結岩の上にあった浅い海に積層していた景岩が圧力と熱のために屈曲し断層ができた。景岩が持ち上げられ、切ったニー産地が生まれた。アフリカプレートが北アメリカプレートと衝突したのが最後の衝突だった。これがアパラチア山脈形成の最終段階だった。その後アフリカプレートは北アメリカから離れていった。 紀元前2万1000年頃から同1万3000年頃に、軍北部は、ウィスコンシン氷河に覆われていた。この氷河は、キッタキニー山地の上を覆い、軍北部の地形を作り出した。ベルビディアの北から、グレートメドーズの南、ハケッツ、ブレアーズタウンタウンシップ、ホープタウンシップ、インディペンデンスタウンシップの半分、ホワイトタウンシップの一部、 および荒ータウンシップの全部は氷河に覆われていた。氷河が溶けるとグレートメドーズに湖ができた。この湖からゆるりと流れ出た水が有機物で埋められた大きく平らな地域を作った。ブレアーズタウン群内を三つの川が流れている。すべて浅く狭い。釣りには適した清水の川である。ポーリンズ・キルが西部を流れている。 ニュートンからブレアーズタウンタウンシップに流れ、ノールトンタウンシップを抜けてデラウェア側に注いでいる。ペキスト川は、軍中央部を、アンドーバータウンシップから荒チインディペンデンス各タウンシップを抜け、西に転じてホワイトタウンシップを通り、ベルビニアでデラウェア側に注いでいる。三つ目の川は、マスコニトコング川である。マスコニトコング湖に発し、 モリス軍とハンタードンとの軍境を流れる。軍南部を流れ、ウォーレングレンでデラウェア側に注いでいる。ウォーレン軍は、グレートアパラチアンバレー中の二つのバレーに位置している。一つは、軍北部のキッタキニーバレーであり、もう一つは、軍南部のリーハイバレーである。リーハイバレーは、ベルビディアのやや北、ウィスコンシン氷河のナゴリモレーンから始まっている。デラウェア側から、 南のマスコニトコング川が、デラウェア川に注ぐところまで、ジェニージャンプ3の北東、修道8 5号線に沿って、アラマチー山地まで、さらにハケッツタウン近くのモレーンまで広がっている。キッタピニーバレーは、ナゴリモレーンの北にある。ベルビディアの北を通り、グレートメドーズの南、ハケッツタウンの東と北に広がっている。ブレアーズタウン、ジョンソンバーグ、 ホープ、アラマチーなどの町がこのバレーにある。軍内最高地点は、キッタピニー山地のアッパーヤーズクリーク貯水地のすぐ、南とブレアーズタウンの西の2カ所であり、海抜1600フィートである。最低地点は、軍の南端、デラウェア側とマスコニトコング側の合流点であり、海抜160フィートである。アラマチー山の最高地点は、 北東根の海抜線240フィートである。ジェニージャンプ3の最高地点は、シャイロー地域の東、週刊高速道路80号線の南で、海抜線134フィートである。サンフィッシュ池の標高は1379フィート、ヤーズクリーク貯水池の標高は1555フィートである。群内にニュージャージートランジットの駅が一つある。 モントクレアブーントン線のハケッツタウン駅である。軍内を通るニュージャージー州道としては、ホワイトタウンシップのバッツビルからトレントンまで南北に走る31号線、ロパットコングタウンシップからハケッツタウンに行く57号線がある。北部の94号線は、ブレアーズタウンを通り、サセックス軍のニュートンを経由して、ニューヨーク市に至る。州道173号線は、 ブルームズベリー近くを通って南のハンタードン郡に入り、クリントンとアナンデールで終わる。182号線はハケッツタウンの商業地区を通っている。アメリカ国道22号線はフィリップスバーグを通り、道46号線は北部のコロンビアからハケッツタウンを結んでいる。週間高速道路78号線と道80号線も郡内を通っている。 ペンシルベニア州はレンタウン近くにあるリーハイバレー国際空港あるいはニューアークリバティ国際空港から商業航空便を利用できる。近年、群長所在地であるベルビディア市の平均気温は1月の下市19度から7月の歌詞85度まで変化している。過去最低気温は1994年1月に記録された下市17度であり、 過去最高気温は1999年7月に記録された下市101度である。月間降水量は2月の2.77インチから7月の4.65インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウォーレン軍は3人の委員で構成される軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に 党派選挙で選出される。任期は3年間である。毎年1人が改選される。軍政委員会は、立法と行政という2つの役割を担っている。予算を策定して採択し、割り当てた支出を管理している。その他に選挙で選ばれる役人としては、軍事務官、軍保安官、兼任判事がおり、検察官は知事が指名する。 アメリカ合衆国会議員の選挙では、ニュージャージー州第5及び第7選挙区に入っている。2013年時点では、共和党議員2人を選出している。軍の上級裁判所が、軍庁所在地のベルビディアにある。警察は、ウォーレン軍保安官事務所とウォーレン軍、検察官事務所が担当する。ウォーレン軍は、地方、州、国の選挙で一貫して保守的な軍である。 有権者登録数は共和党3に対して民主党1の比率である。無党派層も多い。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党のジョージ・ W ・ブッシュが民主党のジョン・ケリーに対して24%差で軍を制した。これは州内のブッシュ支持率としては2番目に高かった。州全体ではケリーが6.7%差で勝った。 スカイ2008年では共和党のジョン・マケインが民主党のバラク・オバマ対して14%差で軍を制したが州全体では15.5%差でオバマが勝利した2005年ニュージャージー州知事選挙では共和党のダグ・フォレスターが21%差で軍を制したが州全体では民主党のジョン・コーザインが勝利した二千九年ニュージャージー州知事選挙では 共和党のクリス・クリスティが61%の支持を集め26%だったジョン・コーザインを破った。ウォーレン軍の自治体ウォーレン軍には下記の自治体がある。国勢調査指定地域 CDP と未編入の町はその所属するタウンシップの下に挙げる。名称の後の数字は渦の番号である。CDP と表記されない町は未編入の町である。 フレアアカデミー群の大半は、ウォーレンヒルズドウ栽培地域に入っており、5つのワイン醸造所がある。ありがとうございます。